夜行観覧車、やったのは私なの、私が主人を殺したのと石田ゆり子扮する高橋純子が鈴木京香演じる遠藤真由美に衝撃の告白、うん、そして純子は逮捕されるに至ったんだけど、果たして真犯人なのかどうか。自分がやった言うてるんやからそうかなって思わんでもないんですけど、うん、なんか誰か変わってるような気もするし、となると誰をかばうのか、はい、やはり次男の真嗣なのか。でもそれやったらそれでまた普通すぎるような気もするしね。あ、そして宮迫博之扮する遠藤圭介が車の中に隠していたのはやはり犯行に使われた凶器のようで、はい、なんと直接純子から手渡されていた、うん、で結局それはトロフィーで、そこには全日本数学大会優勝、さらに高橋義行の名前が、うん、ということは安田翔太演じる長男義行も怪しい。どうなんでしょうね。まあそれにね、トロフィーに血がついてたっていうことはね、例えば突き飛ばした拍子にどこかで頭を打ってそれが致命的になったっていう、そんな事故につながるようなことでもなさそうだし、やはり誰かが意図的に殴ったっていうふうにしか考えられない。そうですね。でところで、しっかり証拠隠滅という罪を犯してしまった圭介を演じる宮迫博之、はい、まああのシーンはね、うん、静岡県のとある山の中で撮影されたそうなんだけど、まあ病み上がりとは思えないほど宮迫博之頑張ってる。まあがんも早期発見やったんでね、全然大丈夫みたいですもんね、うんうん、そう考えるとやっぱりね、がん検診というのが非常に重要になってくる時代。そうです ね、はい、でまあそのあたりも含めて宮迫博之自身は今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、娘である彩香のことを妻の真由美に押し付けてしまっているので、とても考えさせられる役だなと思いましたね。そして家族の絆がテーマになっている作品なので、いろんな意味で家族の絆というのは本当に大事なんだなと再認識しながら、そして勉強させていただきながら圭介を演じています。それから現場に行くのはすごく楽しみですね。彩香役の杉咲花ちゃんが差し入れにクッキーを焼いてきてくれたりして、現場では皆さん和気あいあいとしていますよ。それと今はロケの現場がすごく寒くて、簡易ストーブをスタッフが持ってきてくれてるんですけど、病み上がりなこともあってか僕のところに6個くらいストーブを置いてくれるんです。女優さんに持って行ってあげてと思いましたね。僕は元気なんですけど、周りと本人との温度差があってすごく優しく扱っていただいてます。うん、やっぱりそのバラエティの時と扱いがちゃうからびっくりするんでしょうね。そしてその一方で、真由美と娘彩香との関係はますます悪化。確かにお前のせいなんだよクソババアと言い放つ彩香の気持ちもわからなくはないんだけど、はい、ただね、やっぱり悪気があってやってることじゃないんで、母親の方はで、娘もなんかどっかこう気にかけてる部分もなんとなくある気はするんですけど、うん、抑えられないというか、うん、そういうのがあるんでしょうね。ね、うん、そしてついに母親の真由美も堪忍袋の尾が切れたというか、うん、最終的には理性を失って彩香を突き倒し口を塞いでしまう、うん、そしてこんな母親の顔を初めて見た、殺してやる、そんな風に見えたと彩香が戦慄を覚えるほどの狂気の表情。怖かったです ね、ところで今回ああいうシーンに体当たりで挑んでいる娘役の遠藤彩香を演じる杉咲花といえば、1997年生まれの15歳、東京都出身、特技は乗馬、そして書道は準六段の腕前、さらにかなりの大食い、はい、あの味の素のね、うん、クックドゥの CM なんかでもよく出ますもん ね、はい、どんどこどんどんぐっさん相手にね、はい、まあ一方テレビドラマの方では、以前は本名の梶浦花名義で9歳の時にドラマ〇〇ちびまる子ちゃんなどに出演、2011年4月に改名後はドンキホーテ、オーラン高校ホスト部、妖怪人間ベム、13歳のハローワーク、さらに昨年2012年は他に家族の歌、黒の女教師、レジデント5人の研修医にもゲストやレギュラーで出演。売れっ子ですね。ねえ、うん、ちなみに今回の役どころについて杉咲花自身は公式サイトのインタビューで、この作品が決まった時に原作を読ませていただいたのですが、彩香を演じると聞いてとてもびっくりしました。感触を起こしたり叫んだり、これまでやったことがないことなので、どう演技したらいいのか不安で、なのでこの役が決まってから叫ぶレッスンやリハーサルをして撮影に備えました。演じる上で気をつけていること、自分とは重ね合わせないようにしています。普段の自分と彩香は正反対なので、撮影の時だけ彩香でいるよう心がけていますね。あとは原作ファンの方々の彩香のイメージがあると思うので、そのイメージを壊さないように頑張っています。それと一番印象に残っているシーン、やっぱり第7話の最後で真由美に突き倒され抵抗するお芝居です。原作を読んだ時にこのシーンはドラマに入ってくるのかなって思っていたのですが、台本を読んだらそのシーンがあったので、本当にやるんだと分かって不安でした。
本番前もすごく緊張していましたが、撮影が終わった時はほっとして京香さんとも笑い合ったりして、振り返ると楽しんでお芝居ができたと思います。全力で演技をさせていただいたので、原作を読まれた方にも満足いただけるシーンになったのではないかと思います。それから共演者の皆さんの印象、鈴木京香さんはすごく優しい方で、撮影中に気を使ってくださって本当に素敵で憧れの方です。宮迫博之さんはお話がすごく面白くて、いつも現場は笑い声が絶えません。また中川大志くんとはギターやカメラが好きという趣味が共通していて、私が現場にカメラを持ってきた時には空いた時間に写真を撮ったりしています。なんかドラマとは違って楽しそうな現場ですね。ねえ、うん、ということで、とにもかくにも夜行観覧車、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい、うん。